いんだよ。ありゃま、やられちまったい。ってことで皆さんお疲れ様です。本日もスパロボ F 完結編の脇役縛りを始めていきます。ちなみにこの動画は前回から続きで後半パートになります。前半部分の動画を未視聴の方は1個前の動画をご覧になってからご視聴をお勧めします。それでは後半戦スタートです。前回はゲスト軍を撃破したところで終わりましたね。メキボスがつい熱くなっちまったとか、いろいろ台無しなセリフを残し、どっか行っちゃうみたいです。もう一人熱くなってる、シュウさんは残るようです。ああ邪魔だ。とか言ってたら、現れました。後半戦の相手はバッククランです。見るからに取れ高なさそうな敵ですわー。そんなバッククランさんなので、ジュッケやユングを前面に出して活躍させたいところですが、なんせシュウさんが一人燃えてるもんで。こっちも、それなりに急がないと勝手に無双されちゃいますからねー。結局は、視線メンバー頼みになりそうですねー。こういう時に数を減らすレズンクとどめを刺させてもらう。恒例のシャーザク特艦です。キングのしづらー足がおぜい、2回行動もできないし。やってくれたな。集まってきた集まってきた。これは気持ちいいことできそうな予感。
4機巻き込みたかったが仕方ない。吹き飛べ。どんどんシズラーの活躍の場が減って。キャブレイに続きキュベちゃんもマップファンネル、対応、対応。いけるか、ファンネル。ユッケも活躍し始めたぞ。ユングも早く来なさい。始まったよ。こんな字ならロフトぶつけりゃよかったかな。そしてやっとお披露目です。ユッキ様のケルビンブリザード。ケルビンブリザード。すげえ、全方位型で、この威力はかなり使い勝手いいですね。もうユングの獲物がいない、やっと追いついたのに。シズラーブラックといえば、ガンバスターと一緒にでっかい球体の中に入ろうとすると、感動するよね。あっという間にハルルだけになってしまった。前回の動画でユング大活躍の後半とか言ってごめんなさい。ハルルはユングにくれてやりますか。しかし、この精神コマンドはひどいですよねー。努力と根性は加入のタイミング的にも絶対いらないでしょう。やられるものかよ。この一撃で決める。
完全にフォーに身代わりかけてるの忘れてましたね。ごめん。そして、ジャコビに優勢アタック、かっこいいなぁ。結局とどめもさせないユング、いや、SP 残ってたからつい。こんな次元のノノアレなんですけね。ハルルってブスだなぁ。ギュッチと戦闘すると比較されちゃって、なおひどいなぁ。そして、この男はどこまでズーズーしいのかと、周に奪われちゃう前にユングさん、よろしく。終わる時は造作もない。いやユングとシズラーかっこいいよ。かっこいいけど今後使っていけるくらい余裕あるのか不安だ。いろいろ過剰ですねー。ってことで無事クリアです。前哨戦は無難にこなせました。次回が本番。いよいよ超強敵ジェゼイナン様のご登場です。ここまで来たからには負ける、負けにはいかないですね。それでは今回の動画はここまでです。前半パートに比べ見どころがあまりなくすいませんでした。
最後までご視聴ありがとうございました。次回、鉄神ゼゼイナン、ご期待ください。ユーグナー、かっこいいんだけどなー。